城県松阪市。救急搬送され、入院至らずの患者。6月から救急車代1件7700円を徴収へ。ガネットではない。内容はこちら。救急車の便利使いに歯止めをかけるため、三重県松阪市が動いたようです。では、内容を見てみましょう。三重県松阪市は19日、市内の3基幹病院に救急搬送された患者のうち、入院に至らなかった患者から保険適用外の選定療養費として1件あたり7700円、税込みを6月1日から徴収すると公表した。救急車の出動件数が2023、令和5年に過去最多の 16,180 件を記録するなど、便利使いに歯止めがかからない現状などが背景にあるとしている。選定療養費の導入には、軽症者に救急車の利用以外の選択を促すことで、医師、看護師らの負担を軽減し、緊急性のある患者への適切な医療提供体制を維持していく狙いがあるとしている。徴収の対象は、救急車で搬送されながらも入院に至らなかった患者であり、紹介状持参者や公費負担医療制度の対象者、個別で医師が判断した場合には、徴収の対象外とする。市によると、22年4から6月の実態調査で救急搬送された患者のうち、入院したのは平日昼間で 50.6%、二次救急臨番日で 37.1% だったという。これは全国で取り入れるべきいい判断だと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。お、ついに。素晴らしい判断だと思います。必要な時でも払います。どうぞどうぞ。救急車が無料なのは日本だけ。海外では完全有料やで。もっと高くていいよ。救急車を酔っ払って歩けないとか、タクシー代わりにみたいな理由で呼ぶやからが減るから全国でやるべき。これはいいと思う。じゃんじゃんやれ。全国的に徴収しましょう。そうですね。絶対に全国でやるべきだと思います。次はこちら。タクシー代わりに使うやつがいるからこうなる。特に田舎のジジババ。ただ転んだだけで呼ぶやつもいるしな。人員が限られてるのに、無駄な使い方ばかりしてきたツケだよ。当然のことだね。タクシーと勘違いしてるやつがいるから。蚊に刺されたから、救急車。搬送途中にコンビニに寄れ、とかもあるらしいね。モラルハザードを防止するためには必要な措置。これに反対する人って、まさに救急車をタクシー代わりに使ったツケですね。次はこちら。救急車は全国一律7700円取ったらええねん。それをもったいないなって思えるうちは、ただの病気や怪我やから、誰かに送ってもらうかタクシーで行ったらええねん。それも判断できないような意識を失った人、どう見ても動かしたら命に関わる人が救急患者やろ。その人たちのための車やろ。アホちゃうか。救急車は重病患者を搬送するための緊急車両です。そこを今一度考えるべきですね。最後はこちら。救急車の有料化、いいと思います。しかし、こういう自分勝手な輩のせいで世の利便性が損なったり、ましてや急病や怪我で危機に瀕している人間がさらに危うくなるというのは腹立たしいことですね。救急車をタクシー代わりに使うゴミどものせいで、本当に必要としてる人が呼ぶのを躊躇するのだけはやめてほしいな。まあ本当に緊急性があるのを優先してほしいし、あたおか連中には当然の処置よな。迷惑な一部の輩のせいで、本当に急を要する患者の搬送に支障が生じる。絶対に防がなければいけません。結論。三重県松阪市が救急車の便利使いに歯止めをかけるために決定した、入院に至らなかった患者から1件あたり7700円の徴収。これは全国的に展開すべきだと思います。何せ、今や救急車の出動回数が大幅に増えており、人手が足りない状況です。
そんな状況で救急車の便利使いにより急を要する患者の搬送に支障が生じてしまうだなんて死活問題です。大したことがないのに救急車を呼ぶような迷惑な輩の撲滅を図るためにも、入院至らずの患者の救急車有料化は全国で展開した方がいいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。